判決を受けたのは焼津漁協職員の青野智成被告32歳です。判決によりますと、青野被告はおととし8月、水産加工会社の元社長らと共謀し、焼津漁港に水揚げされた冷凍カツオおよそ930キロについて、必要な計量をせずにトラックに積み込んで盗みました。静岡地裁で開かれた今日の判決公判で、国井浩司裁判長は、正式な漁獲量が水揚げした後でなければわからない仕組みと、漁協の計量を担当する立場を悪用した計画的な犯行と指摘した一方、信頼回復のため誠実に職務に取り組む意思を示しているなどとして、懲役1年6ヶ月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。